こんにちは、フォレスタネットです。本日はこちらのコンテンツをご紹介します。体育の授業で取り組む短距離走。中学年、高学年になるとバトンパスを取り入れたリレーにも取り組みます。ただこのバトンパス、指導がなかなか難しいものです。今回は子どもたちの理解を助けるために投稿者の先生が使っている4つのアイテムと指導のポイントを詳しく見ていきましょう。まずはバトンパスで使う手の指導。バトンは左手でもらい右手で渡すと指導をしますが、慣れないうちはどちらの手で受け渡しをするのか子どもたちは混乱しやすいですよね。そこで投稿者の先生はこのような簡易リストバンドを用意し、子どもたちの左手につけさせているそうです。バトンをもらうのはバンドがある方、渡すのは逆の手と伝えることで、瞬間的にどちらを使うかが視覚的にも分かりやすくなります。続いてはスピードを保ったままパスをする練習。バトンは長さがあるため、子どもたちはパスする相手に近づくとスピードを緩めてしまい、息が合わずに失敗してしまうことも。そこで長さのあるバトンではなく玉入れの玉を使ってパスの練習をさせるそうです。2人の距離を詰めつつスピードを保ったままパスをするという練習がしやすくなります。長さのあるバトンをうまく相手に渡すためには持ち方の意識も大切です。バトンのどの位置を持つか、どの位置で渡すと良いのかを考えるためにも、投稿者の先生はこのように目印のテープを貼るそうです。全体への指導の中で持つ位置、渡す位置を考える時間を設けることがポイント。練習を重ね慣れてきたら印を外していきます。最後はスピードと姿勢を保つための工夫。ここでは半分に切った新聞紙を使います。新聞紙を体に当てたまま走ると手を使わなくても新聞紙が張り付いたままになりますよね。これを使ってパスする人、される人のどちらも新聞紙を落とさないように走りながらバトンパスの練習をさせるというのが4つ目の工夫です。新聞紙を落とさないためには一定のスピードで走ること、そして顔や体を前に向けたままにすることが必要です。言葉への意識から実際の実行につなげるための指導の工夫です。実際の授業の進め方は別のコンテンツでご紹介してくださってますので、ぜひご参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したコンテンツの URL は概要欄に掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。